こんにちは。この動画はですね、8月16日21時から、私、FX トレーダーの久保哲郎と、それからですね、週刊中年ジャンプのストーンさん。これがですね、株のトレーダースクールをされてるんですよね。まあ、この私とストーンさんの二人で、ちょっと投資について語り合おうじゃないかと。特に今回ですね、株について色々私もね、教えてもらおうかなと思う動画のやり取りの中で、 えこうう生ままれたねね動画になりすすけどもそうですね株にしても FX にしてもなんか不収入って欲しいじゃないですかしかも1日忙しくって例えば10時間とか12時間はサラリーマンとして時間を過ごしてるんだよとしかもそれが終わってもなんやかんやで45時間はどうしても必要な時間があってその限られた時間の中で多少寝る時間は削ってもいいんだけども寝る時間削るのもね1時間2時間は削れないよみたいなそんな感じの方にね じゃあ、副収入をどうやって上げていこうかっていうふうに考えたときに、まあ、株の投資がいいんじゃないかなっていうのでね、まあ、FX もいいんですけども、株についてもっと深掘りしてみようかなと思ってるんですね。まあ、その中でね、じゃあ株で副収入を上げるにしても、一体いくらぐらい副収入が上げられるんだろうか。例えば、月間で50万、100万。これはすごい嬉しいですよね。でも、こうやってサラリーマンとして何十年勤めていても、月間で50万、100万。 到達しないそのの収入の中でねどうして株っていうのは FX っていうのはその月間で50万100万の利益が狙えるのかなってことを聞いたら一つはですね一つはやっぱ元金がたくさんあればそれだけリターンの大きいエントリーつまりは玉を持つことができると思うんですよでもいきなりそんなお金ないじゃないですかだから最初は小さく始めるしかないんですよね ま、あその時に株で小さく始めるのか、FX で小さく始めるのかっていう選択肢が、ま、あ大体切り口としては似てるよねって話なんですけども、今回は株なんですよ。で、株でね、例えば毎月毎月3万とか5万稼ごうと思ったらこれ難しいですかね難しい。いや、まだ稼げてない人にとってみたら難しいでしょ。でも、その辺を稼げる人に段階を追って教わっていけば、これは実現するんですよ。だって通常ね、何か目標を達成しようと思った時に、 誰かに聞いて勉強する。本を買って勉強する。今だったらネットでいろんな情報を得て勉強する。勉強を繰り返して実践をして、なんか収入が減るってことはありますかねえ通常ですね、何かについて勉強して身につけていけば、だん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 スキルアップして、例えば収入だったら上がっていくはずなんですよ。そうやって私たちは世の中を当たってきたと思うんですよね。でも厄介なことにね、 サラリーマンっていう職種っていうのは、頑張っても頑張っても、なぜか収入が上がらずに、自分のせっかく高めたスキルが、他に、こう、流用されてしまうっていうかね、会社に利用されてしまうんですかそんなことになってきて、なかなか報酬でドカーンと反映されないですよね。ちょっとその辺がね、今の時代を示しているのかなと思いますけども、どっこいですよ。サラリーマンとして暮らしていても、その他のことをやって勉強して、自分のスキルを高めても、自分が高まったっていう事実は変わらないんですよ。 ただそれを全部会社に投入してると会社は大体基本的には同じ給料で採用されてますんで、著しく給料が毎月5万10万上がるってことはないんですよね。じゃあもったいないじゃないですか。でもせっかくサラリーマンとして経験してきたこと、サラリーマン以外の時間に身につけたこと、これを最大限発揮して収入に変えるようにしようと思ったら、やっぱり何かね、サイドビジネス的なことをやるか、もしくはサイドで副収入を狙うための株式投資ってことになるんですよね。 で、その辺のロジックも、今回は、その、ストーンさんはね、これサラリーマンやりながらですから、家庭を運営しながらですから、多分多くの人と立場が似てると思うんですよ。うん。だからね、この21時からのカブスクールは、そういった意味でも、自分自身の未来なんだなと思って参加していただきたいなと思います。それでは、ストーンさん、よろしくお願いします。いってらっしゃい。